一瞬木村力道山の下腹部を蹴りましたので、力道山大いに踏み出し、座禅リング上は先を追いつ、力道山は木村をコーナーに追い詰めて、空手の連続死となりました。一時レフェリーは両選手を分けて木村に注意を与えました。力道山は再度空手打ちに続く蹴り技で木村に猛攻を加えています。それによりまして木村完全に闘志を失い、体は完全に腕を振っています。力道は木村をリングの中央に引き出して、なおも蹴り技の猛攻、完全に弱った木村、ドキレフェリーは木村の苦闘を検して試合続行を命じました。力道を耐えばと右からしないと体勢を加えましたので、さすがの木村も6回と倒れ、ついに再び勝ち得ず、ドキレフェリーはカウントを開始します。1